シェフター・マッシュ、そしてワッツォン。300アールを回って高速コーナーの方が行きますが、ああ1台何か、ああどうしたんでしょうか、これは。あ、11番、あ、ビルニューグですね。これはすごいとこですね。どうしたんでしょう、人が倒れてます。はい、人が倒れてます。11番のフェラーリのビルニューブ、粉々になりました。これはえらい事故ですね。そうですね、もう前シャーシーが行っちゃってますね、ちゃんちゃに。ドライバーがいませんね。ああ、真っ二つになりました。車は真っ二つ、えらい事故が起こりました。11番のフェラーリのビルニューブ、カナダの若いドライバーでありますが、大変な事故が起こりました。これはちょっと大事がなければいいんですが、人が何人か倒れています。あれはドライバーでしょうかね。違いますね、ドライバーじゃないですね。しかし何人かの方がこの事故の巻き添えになったことは間違いないと思います。放送席、はい、大友さん、8番ポストのアクシデントですね。1番、8番です。8番ですか、はい、あ、そうですか。ちょっと確認してみてください、はい、8番ポストというと SG ぐらいになりますかね。大変な事故が起こりました。飛び込んだんですね。飛び込んじゃったんですね、はい、あの11番はニキラウダの車で、このビルニューブがこのレースね11番をつけて、そうですね、変わって出たばっかりなのに気の毒ですね、はい、ピットは分かってないんでしょうね。まだちょっと分かんないんじゃないでしょうか、レースの方はなおこの間も続いておりまして、ジェームス・ハントが先頭で第2位が予選マスが第2位に上がりました。そしてシェッターが第3位に下がっております。レースは8周目にかかりました。7周終わってジェームス・ハントが先頭、そして7番のジョン・ワッソンが第2位、20番のジョリー・シェッターが第3位、7番のジョン・ワッソンが第4位となっております。しかし事故続発、非常に大きな大事故が起こりました。あ、第1コーナーを、ま、降りたところですね、右に曲がったところですね。そうですか、やっぱりあの第1コーナーを曲がりきれなかったんでしょう、きっと。そうなんですね、はい、先頭行きますジェームス・ハント。ヘアピンに差し替わってまいりました。ジェームス・ハント先頭でレースは8周目に入っています。後ろがかなり離れている様子ですが、第2位は現在両雄のヨフェンバス、これが先ほどのビルニューブの事故現場。第1コーナーを右に回ったところで曲がりきれないで、どうやらコースアウトしてしまったようですが、そうですね、やはり ね、あれ、あ、これはロニー・ピーターソンですね。ピーターソンの6人車ですね、はい、これと何かがあったんじゃないですか。あ、はい、タイレル6輪のロニー・ピーターソンも第1コーナーでコースアウト、続々とコースアウトの車が続出していますが、ドライバーも降りてしまっておりません。タイレル6輪のロニー・ピーターソン、